スクールオブロックのナンバーアンダーラインアイ先生たちが悩み解決の天才か驚きの真実が明かされる。スクールオブロックの初日、4月15日、月曜日のスペシャルウィークは、前代未聞の興奮が巻き起こりました。なぜなら、数々の有名な先生方が登場し、それもなんと一堂に集結したのです。そのうちの一人、ナンバーアンダーラインアイ ナンバーワン先生たちが、みんなの悩みを解決する相談室を開設するとのことで、ファンたちは歓喜にいいたものです。4月15日、月曜日のスペシャルウィークの初日、スクールオブロックは、驚きの企画で準備を整えています。そう、なんと、ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイの平野翔先生、神宮寺優太先生、そして岸優太先生が一堂に会して、 ナンバーアンダーライン愛相談室を解説するのです。これは何かというと、リスナーの皆さんからの相談に直接答えるというものです。この相談室では、平野翔先生、神宮寺優太先生、そして岩優ゆうた先生といった豪華な先生方が、ファンからの相談を受け付けるようです。そして、ファンたちが何を相談したいのか、それを応募フォームから送るように促されました。 みんな自分の悩みや興味がどんな回答を導き出すのかワクワクしながら待ちわびています。この魅力的なイベントへの期待が高まる中、リスナーの皆さんからの反応は非常に興奮を隠せないものです。ツイッターでは参加者が相談したい内容を早く送るように促す投稿が続々と現れ、楽しみにする声が嬉しいです。しかし、 ここで一つ疑問が湧き上がります。果たしてこのナンバーアンダーライン愛先生たちは本当にどんな問題にも答えられるのでしょうかラジオでの悩み解決経験など聞いたことがありませんが、果たして彼らは万能なのでしょうかそれでもみんなは興奮しています。直接電話で話すチャンスもあるとのことで、ファンたちは学生時代のようなワクワク感を覚えています。 ナンバーアンダーライン愛の相談室がどんな答えを導き出すのか誰もが楽しみにしています。また、この相談室の注目すべき点は直接電話で話せることです。これは本当に素晴らしいことですよね。これまで番組で見かけるだけで終わっていた人たちが実際に自分の声を聞いてくれるなんて。これはファンにとっては夢のような体験に違いありません。 そして、この相談室に応募することができるという知らせを受けて、ファンたちは心躍ります。彼らの期待を裏切らないように、ナンバーアンダーライン愛先生たちはどのような答えを導き出すのでしょうかそれはまさに、次の収容日の楽しみになることでしょう。このように、ナンバーアンダーライン愛の相談室が開設されることで、多くのファンたちがワクワクし、 楽しみにしています。彼らの期待に依頼られるだけの面白くて興味深い回答が期待されます。果たして彼らはファンの期待に応えることができるのでしょうかそれとも予想外の展開が待ち受けているのでしょうかナンバーアンダーライン愛先生、すごいことになりそうですね。楽しみにしています。ナンバーアンダーライン愛相談室。 それは期待大ですね。そして、他の投稿では、元裕太先生、神宮寺ユ太先生、平野翔先生の相談室への期待が高まっています。学生時代の緊張感を思い出す直接電話のチャンスに関する投稿も見受けられます。元裕太先生、神宮寺ユ太先生、平野翔先生の相談室。しかも、 直伝びっくりマーククラクラする学生に戻った気持ちで聞きます。このイベントに対する興奮が高まる中、リスナーは3人の先生がどんな回答を導き出すのかに期待を寄せています。そして、直接ナンバーアンダーライン愛と話せるという驚きの機会についても興奮しています。これは普段は得られない貴重な体験となることでしょう。 三人の回答を想像するだけで楽しいです。楽しみにしています。スクールオブロックのファンたちは、この特別な相談室で生まれるであろう天才的な回答に期待を寄せています。番組の放送が楽しみでなりません。ナンバーアンダーライン愛先生。こんな素敵な先生に出会える生徒さん幸せですね。学生に戻って聞けるの楽しみにしています。 さて、一体どんな悩みがナンバーアンダーライン愛相談室に寄せられるのでしょうかそれに対して、3人の先生がどのような回答を導き出すのか、私たちはますます興味津々です。スクールオブロックのこの特別な回は、間違いなくファンにとって忘れられないものとなるでしょう。あなたは、もしナンバーアンダーライン愛相談室で質問することができるとしたら、 どんな悩みを抱えていますかまた、あなたならどの先生に相談しますかぜひ、あなたの考えをシェアしてください。今回のスクールオブロックのイベントでは、ナンバーアンダーライン愛先生たちがどのような活躍を見せるのか、多くの人々が注目しています。果たして、彼らはファンの期待に応えることができるのでしょうか それとも、予想外の展開が待ち受けているのでしょうか楽しみにしていてください。